ここはですね、我が地元のメインストリートでございます。右に行くとね、航空自衛隊があります。で、左がメインストリートなんですけども、もうね、随分かそってしまいましたよ。いわゆるシャッター街ですよね。こんな感じで、はいはい、おはようございます。水根木です。よっしゃ、行きましょう行きましょうということでね、はい、お腹が減りましたな。今日はね、福岡方面に走ります。はい、そして、今日もね、うめえラーメン屋さんに行くというね、動画でございますよ。比較的好評いただいているような気がするので、まあ、このシリーズね、続けていきたいなと思っております。早速なんですがね、今日はね、ちょっとね、距離があります。片道ね、1時間ほど走ります。福岡市ではなく、福岡市じゃないな、粕屋郡か、粕屋郡にあります麺屋ラ族という麺屋ラ族というね、ラーメン屋さんにね、これから向かいます。これはね、ツイッター上で、まあ、とある方がね、写メを上げてて、見てたら、あ、うまそうと思って、食べてみてえな、いつか行ってみてえなということでね、マークしておりましたそちらのお店に今日は行きます。あとね、まあ、8分ほどで到着するという感じですので、ぼちぼちね、この辺からまたちょっと撮影を再開しました。ね、これ久しぶり来ましたけど、車多いですね、相変わらず。道はね、比較的簡単で、まあ、3号線から行けば、しばらく3号線を福岡方面に走って、それから流の交差点っていうね、大きな交差点があるんですけど、それを左折して、ただひたすらまっすぐ来てるだけです。ね、この辺はなかなか通ることないですからね。福岡方面のそれもちょっとこう南側に行くというか、なんというか、めったに通る道じゃないんですよね。楽しみですよ。いや、本当にね、もうこのラーメン屋を巡る動画僕はね、何よりこれすごい好きでやってるんで、動画でね、もうその再生されなかろうとなんだろうと、自分のね、ラーメン屋のメモになりますんでね、すごく楽しみ。あ、粕屋町に入りました ね。すごくね、その記録としても残るので非常にいいですね。さあ、もう見えるかな、あの交差点の向こう側になってるんですよね。ん、この交差点じゃないの、あ、ごめんなさい、この交差点じゃない、もう一個向こうだ。さあ、信号を越えて左に入って U ターンという感じになってますが、麺屋ラ族もうすぐ着きます。さあ、これ、ある、あった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 、麺屋ラ族、はいはいはい、あれ、これ入れます。じゃあちょっと行きましょう。よいしょ、どこに止めようかな。ここ車止まってるし、ちょっと車も多分来るんでね、この辺にしよっか。ちょっと、お、怖い。はい、ということで着きました。ちょうどね、開店して間もない時間です。そういう時間に来るようにね、ちょっと計算してきましたので、はい、ということで麺屋ラ族さん着きましたんで、早速食べてまいりたいと思います。食べ終わりました。ということで、早速ね、また感想を述べながら帰りたいなと思いますよ。いや、ここね、僕今開店と同時に来たんですけども、あっという間にね、お客さんがパッと来て、こんな風に、まあ今開いてますけどね、僕ここに止めて見てください、この距離、これ助手席ドア開けれたのって感じなんですけど、まあ、あっという間にね、ここいっぱいになりますね、車が。はい、ということでね、食べてきました。うわー、お、道ないじゃんいいか、ここで U ターンするか。じゃあ、いや、行けるか、行けそうだな、ちょっと行ってみるかちょっと車おるやん、うそやろ、こっち来んよね、まさかあいつ。あ、でも車が行けるってことは、あのスピードで多分余裕で行けますね。よし、ああ大丈夫そう、うん、はい、ということで感想戦です。ということで、麺屋ラ族さんで、豚骨ラーメン、僕が食べたのは黒ラーメンと半焼き飯というのを食べました。半焼き飯とね、なんかミニチャーハンとメニューやったんですけどね、なんか価格が違ったみたいで、まあ多分ミニチャーハンの方がもっと小さいんでしょうね。これは向こう側に行くのはこれか、こっちか、
下くぐっていく感じだね。じゃあ早速お味の方なんですけども、まず先にちょっと見た目から、見た目こうこんな感じですね。黒ラーメン、もちろんあの黒ラーメン、マー油っていうのが入ってて、マー油って何かっていうと、ね、焦がしニンニクの油ですね。熊本ラーメンとかでよく使われる調味料で、それが入ってて、熊本ラーメンとかでその比べると、まあ見ての通り黒い部分が非常に多いんですよね。黒って思いましたね。だから黒ラーメンですよ。本当に黒ラーメン、黒いラーメン。味の方なんですけども、まあ豚骨でね、あの少しどっちかっていうと少し臭みのある豚骨かな。最近はね、その臭みのない豚骨っていうのが結構流行ってて、そんなに強くはないんですけど、まああの臭みがある、いわゆる福岡県民の好きな豚骨ラーメンでした。で、細麺 で麺の硬さはね、聞かれませんでしたね。なんかメニュー表にはね、普通とかバリカタとかあるんですけど、多分あれは普通のラーメンで選べるのかな。黒ラーメンはもうなんか決まってるのかもしれない。まあ細麺で、麺がしっかりね、あの入ってまして、で、まあ具はねシンプル、チャーシューとネギとっていう感じですね。はい、非常にシンプル。ただ黒い、すごい黒かった。これが今後、明日の私の胃袋にどう影響が出るかちょっと、心配ではありますけども、非常に美味しかったです。はい、まああのこれぞ福岡の豚骨ラーメンという感じのね、はい、ラーメンでした。でね、噂のね焼き飯うまいよって、あの前評判非常に高くて、僕もね気になってたんですけど、美味しかったです。焼き飯って何種類かあるじゃないですか。あのちょっとパサついたパラパラのチャーハンと、少し油をまとったパラパラのチャーハンと、それからべちょべちょのチャーハンとあるじゃないですか、何種類かね。僕はねそのパサパサのチャーハンすごい好きなんですけども、それはこれあそこの、チャーハンは、焼き飯はあれでしたね、少し油をまとったパラパラのチャーハンでした。でラーメンが非常にちょっと濃いめで美味しいので、それよりチャーハンも美味しかったですね。引き立ててるというか。いや昨日ね、あの以前からそのツイッターのフォロワーの方の画像で、ああ行ってみたいなって思ってたら、もう一人別のねフォロワーさんが昨日ツイッターで行きましたっつってまた画像上げてたんで、あこれ俺も行くべと思って僕も行きました。それでね、でお値段の方がやっぱりだいぶ僕が見たのより値上がりしてまして、黒ラーメンが740円だったかな、740円で、半チャーハンが320円で、それだけで1060円、まあ1000円ぐらいですね。まあラーメン1杯の値段にしては、まあ標準ちょっと安いかなぐらいじゃないですかね。うん、なかなかシンプルで美味しかったです。はい、特に焼き飯がね本当に前評判通りの美味しさでした。餃子もね食べてみたかったんですけど、なんかね餃子がお昼の餃子の注文お断りしますってちょっという謎の張り紙があったんで、まあ、餃子は今日はねあの食べませんでしたけども、餃子も美味しいんじゃないかな、あの感じだと。はい、ということで今日は笠谷町にあります麺屋羅族さんに行って、ラーメンを食べてきました。うん、場所がね少しあの笠谷町警察署かな、警察署の正面なんですよね。で交差点のあの角にあります。少し入りにくいかな、あのもしかしたら、だけど意外とね周りが広々としてるんで窮屈な感じはしなかったです。はい、ということで皆さんぜひね気になる方は行ってみてください。福岡方面のねラーメン屋さんもこうやって開拓していきたいななんて思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。情報よろしくお願いいたします。はい、ということで以上みそのりでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。